世が破れるとは。クレバムはどこだ。いなくなってる。なんだ。ちょっとよ。交流だと。こんなところにあったのか。一体どこへ向かったのだ。あの中にグレバムが。グレバムはどこへ逃げた。ファンダリアだ。はかられたわ。休め。最初からよう捨て石にするつもりだったと見える。こんな男がアクアベイルの代表か。ざまあないな、ティベリウス。そうだな。貴様より世の方がよほど道化じみているかもしれん。だがこのままでは死ねん。世はアクアベイルの大王だ。ジョニー試練よ、決闘だ。世は貴様に最後の戦いを申し込む。何を言ってるんだ。いいだろう、受けてやる。ジョニーさん。王族には王族なりの幕の引き方ってもんがあるのさ。スタン、お前さんの剣を今だけ貸してくれないか。僕の使え。王族同士が決着をつけるのならこの宝剣がふさわしいだ。いいな、シャル。わかりました、坊ちゃんが言うなら。本に来ようぜ、リオン。それじゃあ始めるとするか。ジョニーよ、貴様がここへ来た本当の理由は何だ。エレノアの敵討ちか、それともヨガ貴様の父から奪った大王の座を取り戻すためか。ただの助っ人と言ったら信じるかい。家のジョニーとはよく言ったものだな。まんまといっぱい食わされたわ。慣れないことはするもんじゃないな。ほらよ、返すぜ。何が慣れていないだ。とても素人の剣さばきではなかったぞ。ジョニーさん、あなたは一体。道家のジョニーか。若、ご無事ですか。いいところに来た。伝令を頼む。ティベリウスを討ち取ったとな。かしこまりました。さてと、俺たちも外へ出るか。フェイトが首を長くして待ってるぜ。ジョニー、出迎えご苦労。フェイト、終わったようだな。ああ、これでエレノアも浮かばれるだろう。ありがとう、ジョニー。おいおい、お前が泣いてどうするんだ。ティベリウスは死んだ。俺たちは解放されたんだ。つらかった日々はもう終わりよ。統計に栄光あれ。俺も混ぜてもらうか。一つ凱旋リサイタルといこう。今日は思いっきり歌おうぜ。みんな、聴きたい曲を言ってくれ。皆さんには本当にお世話になりました。改めてお礼を言わせてください。こちらこそ、ジョニーさんのおかげで助かりました。あいつがティベリウスと戦った本当の理由、もしかしたら私の考えていたこととは違うのかもしれません。アクアベイルのためを思っての行動だったんでしょうか。僕はそうは思わない。答えは見る人の心の中に。きっとあいつはそう言うんでしょうね。それで皆さんはこれからどうされるおつもりですか。ファンダリアへ向かいます。グレバムを追いかけないと。まあ、他に選択肢はないからね。次こそ必ず。グレバムは
ファンダリア王家の反対勢力と手を結んでるんだったな。はい。あれからさらに情勢は悪化しているとか。グレバブのファンダリア入りで火がつかなければいいのですが。のんびりしてはいられませんね。ああ、急いで出発しよう。ファンダリア、懐かしい。どうだろう、よくわからない。ファンダリアまでは責任を持って我が艦隊がお送りします。皆さんの準備が整いましたら港までお越しください。